はい、私は今どこを歩いているんでしょうか。今いるとこはですね、南行止の駅です。端っこの方に来ましたので、ここからずっと歩いていきたいと思います。駅の下に行けばお店もいっぱいあるんですけども、ちょっと駅の外、線路の脇の道を歩いております。もう牡蠣の時期だよね。美味しそう。腹減ってきた。右には中尾があって、ドトルコーヒーもありますね。で、あとはパチンコ屋、もちろん駅のそばなのでパチンコ屋は必ずあるとは思いますけども、こういうとこだからね、出てるんだろうね。はい、メトロセンター南行徳2番街ということで、ここに駅のね、入り口がありました。で、ここからずっと出てきて、美味しそうなステーキだな、これ。あ、今なんかコラボやってるみたいで、大道のコーヒーでパッケージにこの「鬼滅の刃」の絵が貼ってあるようなやつがね、あちこちで売ってるのを見かけました。やばい、古本屋かな、これ。ちょっと出てこよう。はい、今入ってきたんだけど、これは普通の書店でした。あっちにね、コーヒー館があって、手前には串自慢というね、屋台みたいなお店があります。まだやってないか。やっぱり17時からですね。結構良さそうなお店だから気になります。はい、ここはコーヒー館、結構人いますね。後ろを見たらピカソっていうお店があります。これドン・キホーテのお店なのかな。前船橋にもあったんだけど、いつの間にかなくなっていたお店です。弥生県もこんなところにあるんだね。すき焼き、間違いないわ。はい、これがメトロセンター南行徳一番街。こっちも一番街なんだね。はい、ずーっともう戻ってまいりましてね、エンターキング、これがね、先ほど行きました。ここ目的で今日来たんですけども、ずーっと歩いてきてね、ここ駿河屋さん、かなりレアなものが置いてありました。お金にね、余裕があればバンバン買っていたような、そんなところでしたけども、とりあえず今のところは、懐具合も寂しいのでスルーです。はい、メトロセンターでなんかちょっとね、見ていきましょう。南行徳は反対側を通った方がいろんなお店あったかもしれないんでね、もう行こうかなと思うんですけども、時間の方が、駐車場がね、もうそろそろ時間の方なんでいっぱいなので、戻りたいと思います。なんかこじゃれた店だな、いいね。本日車を止めたところは線路から1本入ったところです。24時間の駐車料金が1100円で、60分220円というところです。夜間だったら60分110円ですね。駐車場の方は40台ぐらい止められるのかな。